虚像水面上は今日の最後のカードということになりました。3つ目の陣営第ジェネシス6号艇の花本夏樹が動きを見せます。スタート展示での並びは1番2番3番4番6番ダッシュ各番5対1と分かれていました。出走メンバーは1号艇正木政権、2号艇松本由美男、3号艇川田雅人、4号艇大串重之、5号艇佐藤佳之、6号艇花本夏樹、以上の6選手が争います。インコースは1号艇の正木政権です。隣2コースが2号艇の松本由美男、3コースが3号艇の川田雅人です。4号艇の大串重之、4コース隣5コース、スローに構えた6号艇の花本夏樹です。大外6コースが5号艇の佐藤佳之です。スタート展示と同じ並び体型となりました。5対1と分かれています。人気を集めているのは1号艇の正木です。第12レース進入インコースから1番2番3番4番6番ダッシュ5番です。スタートしました。インコースから1号艇の正木、そしてセンター3号艇の川田、アウトコースの2手もいいスタート。1周1マーク、1号艇の正木が逃げるところ、幕に行ったのは5号艇の佐藤か。ブロックしながら1号艇正木バックストレッチですが、3号艇川田と2号艇の松本が先頭、わずかに優勢か。2号艇の松本が内、外は3号艇の川田で先頭争い。一定審判袖1号艇の正木、外は5号艇の佐藤か。その後ろ4号艇の小串、6号艇の花本、スタート正常でした。1周2マーク攻めていった1号艇の正木、外2号艇の松本、内からは3号艇の川田が単独先頭、1号艇の正木と5号艇の佐藤から2番手争いです。レースは2周目に入ります。最内から4号艇の大西も伸ばしてきます。2周1マークの旋回です。3号艇の川田、そして2番手先取っていったのは5号艇の佐藤か。内は1号艇の正木、バックストレッチに入って1号艇の正木が2番手です。3番手が5号艇の佐藤か、2番手3番手の定冠は2艇審から3艇審査です。その後ろですが4号艇の小串、2号艇の松本、6号艇の花本です。2周2マークの旋回、3号艇のカートがトップ、1号艇の正木が2番手、ホーム直線コーススタンド前に戻ってきます。3番手が5号艇の佐藤か。レースこれから最終周回に入っていきます。3号艇のカート、5艇審6艇審とリードを取って先頭です。最終周回1マーク、3号艇の川田、1号艇の正木、そして5号艇の佐藤か。3番手最後のバックストレッチ、上位体勢かりなく3番1番5番の体勢です。4番手4号艇の大串、その後ろが2号艇の松本、6号艇の花本、最後方です。ラストターンマークの旋回です。3号艇川田、そして1号艇の正木、最後のホーム直線コース3番手5号艇佐藤かが守っています。先頭は3番の川田ゴリ、1番正木、5番の佐藤かゴリ、4番大串、2番の松本、ラストが6番の花本ゴリ。